どうも、なっちです。今日もタケノコを散々掘ってで JA に持って行ったんですけど、今から僕の友人がですね、タケノコ掘りに来たいと、で子供も連れて行っていいかっていうんで、どうぞどうぞ来てくださいということで、もうちょっとしたら多分子供連れてタケノコを掘りに来ると思いますんで、一緒に楽しみたいなと思います。はーい、はい、こんにちは。はーい。めっちゃ可愛い。お利口さんやな。本当。自分たちで持ってきたんだ。タケノコ掘るの初めて。うん。黙々と切ってるね。最初ね、俺が一番最初加工用で持ってった時ね、150円って言われたけど、おいいわって思いよったけど、だんだんこうやっぱいいなってきたね。たら90円に落ちてる。今日行ったら80円じゃった。出だせばですね。やっては1本持ってったら下手したら2キロぐらいかかる。若干やね、若干値段が落ちてたね。あ、明日入学式です。明日入学式ね。小学校の小学校1年生おめでとう。勉強頑張らねえかんな。よし、よし、行こう、行こうか。山に行くぞ。山裏よ。裏ここ、こんな感じだよ。壊れない。降りれる？あ、ここ。あったね。行った？そう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 、上手上手。違う。おいいね。いいね。まだびくともせんな。切れちゃうんだ。失敗じゃん。あ、掘れてきたね。こっちもヘルプお願いします。よし。じゃあ、これ掘ろうか。ね、掘りたいね。もうまだ掘った方がいいか。まだ入ってる。あんね、大体こうやって見てよ。こうなってるからね。うん。だからね、ここら辺行けば、結構。うん。よっしゃ。あ、もうこれ、こんなこと。ここ。危ないよ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 。石があるから、ね、下手くそなもんわからんわね。手はい、日本ね。これ、この細い可愛いやつは。よかったね。せーの、よいしょ。抜けんか、もちょもちょ。せーの、うまい。もう一回。よいしょ。あははははは。さあ、竹の子ちゃん入れた。これお母さん料理してくれんのね、これ。いや、一番先っぽの美味しいとこだけ残っちゃう。竹の子だろ。あー、生きてるから。そんな、潰したらダメだよ。え、これ誰が見つけたの？本当、見てん、ジンくん。お、いっぱいあるね。こっかいぐるん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 出てくるよ。家で土の中に入れとけばいい。ここら辺よ、ここら辺湿ってよ、不要でやかいよ、ものすごい出てくる。まあ持って帰ってもいいし、いいよ。やけここら辺に置いちゃったらだけ食ってしまうね。見てこれ、かわいい。これがね、カブトムシなのかクワガタなのかようわからんけどね。ハサミはあるけどね。あ、ほんとや。いや、
わからんって面白い顔とかも見る。結構なんか頭ができてるね。触ってみて。ツンツンしてんの？あ、動いてる動いてる。ツンツンして。ツンツンして。やっていい。ツンツンできる。うん。あ、柔らかい。ほら。ほら。してるよ。ほら。かわいいね。見たよ。ねえ、大きいね。触ったらやめてくれみたいな感じで縮こまるね。ちゃんこせんじゃってくれって。そうそう。埋めちゃってって。だけどね。はい。取れた。取って。取れたー。おお。よ。はい、これあこのカゴに入れてください。食料だから、うん、このカゴに入れて後で手洗えばいいからね。チクチクに気をつけてね。その横隣やったほうがいい。あるよあるよ、よく見てごらん。あっち。あ、本当やね。すげえ。後で取る。うん、後でやね。ここをブシッとした。そこそこ。痛かった。ほら、ほら、ほら。おい。すごい。何して？ねえ。入れる。かけるからやるのは。ほら。運ばんと。え？え？何間違えた？えらい大きなの見つけたな。ちっちゃい虫がいたよ。ちっちゃい虫？殺したいかんよ。かわいそうやから。よいしょ。お、うまい。上手。お、ね、おこまれさせ。うん、もう一回一撃してみたら。オッケー。クワガよ。クワガ水芸界さ、端っこまでいかんってね。うん、いいわ、これ赤いの。うん。これ J に出せるやつやね。すごい。あ、竹の子だ。あったやん。ほら、ほらやっぱあるやん。踏んでみたら竹の子。よ見つけたな。踏んでみたら竹の子があった。うん。足でわかったの。よ見つけたね。だってこんな大きいの竹の子。あったね。見つけたのがあった。食えるサイズか。竹やな。ランポン行こう、これ。はい。よし、ちょっと皮を剥いて帰ろうか。みんなな、みんな何個食べたの？何個取ったの？それあんた。何個取った？4個。4個取ったか。リオン7個。レン君が一番取ったかな。皮剥く派。これは。はい、お疲れ様でした。はい、みんな帰りました。結局コンテナ1箱持って帰ったね、うん、これはゴミです。ゴミっていうかこれ1本ものすごい巨大なやつがあるけど、うん、まあでもあそこ家族多いからね、うんうん、あれでもペロッとなくなるかもしれないけど ね。めちゃめちゃ可愛い子たちでお利口さんたちでした。またそのうち遊びに来ると思います。今日のところはこれで終わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ルーゴお疲れ様でした。お疲れ様でした。